DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目わからね自分の左右の目見捨てないで神はミスター K4 次にちょっと行きたいんですけど、隅田美代子さん、兵庫県尼崎市の連続殺人事件で殺人を犯した、この方ってあれですかね、あのカレーの中に、あ、じゃないですよね、じゃない、はい、誰かな、カレーは何人殺したんですかね、あ、真澄だ、四五、四人ぐらい殺しました、ね、あの、おじさん、6人ぐらい殺して、男の人をなんかね、騙して殺して、うん、保険金とか結構もらって、で、警察で亡くならはったね、この方って確かあれですよね、なんか留置所かなんかで自殺した、ね、そうですね、なんかこの方について本に書かれてあったということなので、なんか多分あの周りの噂ではもう多分自分では死ねへんかったのになんで死んだやろうねっていうのはなってあったけど、 うちのライターさんが、あ、これってあれですか、あのすごい見た目不細工な人ですか、すごいですよね、はい、おじいちゃんばっかりを騙して、はいはいはい、すごかったですよねいや、ケイさんから舞台具っていうのが、ケイさんがちょっと違いますよ、違和感があったなと思って、違います、でもすごい舞台具ですよ、とこ上手なんですかね、はい、とこ上手なんですか、よし、わかんないですけど、何が上手なんか、すいや私はあれ見ながらすごいなと思って勉強したいや、すごいですよね、え、いや、あの見た目でその男の人を騙せるっていうのは、はい、普通素通りですよね。何私もあの事件見てどうやったんやろうと思って、ある程度綺麗な人やったらね、あ、なるほどって思うけど、まあでも相手にしてる男性っていうのがある程度の年を重ねてるとそんなにその見た目にこだわらないっていうのもやっぱあるんじゃないですかね。いや、わかんないですよ。わかんないですよ。いや、だけどそれを通り越してね。どうしたんやろ、あれね。優しさに飢えたかな。優しさに。もう介護に近いのかもしれないですね。寂しいんですか。はい。口がうまかったりとか。うん、例えばそれはどの口ですか。ね、私も同じ口です。例えばここから先ね、うん、あの孤独しないように面倒見てあげるよとか、そっちの方向じゃないですかね。ああ、そうですよね。はい。すみません、なんかね、僕がね、こう司会をするとね、ちょっとね、変な方向に行っちゃうんですよ。私も同じ方向に行っちゃうんですよ、気をつけようと思って。大丈夫ですか、プロデューサーさん。大丈夫です。大丈夫ですか。ケーファミリーは。どっちの口言ってましたね。私もどっちの口かなと思って。まあまあ、この隅田美代子さんについても、まあ、本に触れてるっていうような感じですね。そうですね。多分、やっぱり。やっぱ殺人、これ怪しいと思います。ね、自殺なんかしないですよね。あ、自殺か、ごめんなさい、自殺か、でも、どうですかね、一人部屋じゃなくてタオルを巻いてっていうのはあれですよね、タオルを巻いて三人部屋でどうやってしたんだろうと思って、うん、せいって言われたのかな、長袖の T シャツをこう、こう、ドアに引っ掛けた、うん、あ、ドアに掛けて、ドアに引っ掛けたと、ドアに、ドアに、ドアなんだ、あれないですよね、レバーないですね。ないですね。パッコンパッコンですよね。僕が確か記憶してるのは、うん、首に巻いて、で寝てる時にあの服を持ってそのまま寝た。でそれがちょっとずつ閉まって、で自然となんか自殺できるっていう風なあれらしいんですよね。ちょっとまあまあ確かなことはちゃんと何とも言えないですけど。あ、それぐらい死ねるんですね。なんかそういう風なことを聞いた。あれがあります。この人若かったんでしたっけ。いや、もうかなり年ですね。次、カレー早津真澄事件、大きかったですね、この事件ね。あれはね、大きかったです。震撼させましたよね。まだ大工いらっしゃいますよね。あ、そうですか。いらっしゃいます。あ、そうなんですか。いらっしゃいます。ちょっともういろんな感じになってしまっちゃってるっていう噂は聞きますけど、大工でカレーの火が出たら
受刑者の人がみんながあのみんながマスミさんいただきますって言うらしいですよ。でなんかビップルームにいらっしゃるみたいで。もうこのお姉さん。そのビップルームっていうのは2つなんかあのぶち抜いた部屋でこう、はい、結構自由に生きてある。って言うた。旦那さん帰ってきてピンピンしてますね。亡くなったんかなまた。あ旦那さんもそうですね。亡くなりましたね。ね帰ってくれて。まあ関西はこれ大きなニュースになってましたね。カレー食べるのみんな怖いって言ったもんね、やっぱり。でもこの人犯人なんかなって私は思ってる。あなるほど。ちなみにその根拠は何ですか。そ自分の子供とかも食べてるのにそんな入れないんじゃないかなとか、私はどうなんかなって。ごめんなさい、その子供ってもう亡くなったんですか。子供さんはあの一緒だったけど食べてないんだ。食べたけど何もなってないかな。うん、でもこんな、いやこの人じゃないかなって私は思ってるから、あのあれ決まれへんのかなと思って。あなるほど。えこの人は判決何年なんですか。死刑ですよ。死刑なんですか。死刑って言われてるけど死刑から長いですよね。長いですね。あじゃあまだまだやってるんじゃないですかね。あやってるんですかね。じゃあまだ公判中ってことですか。まだ公判してまだ確定してない。確定はできないのね。確定したら死んじゃう時やから、多分まだこう。あなるほど。じゃあ大阪拘置所、大阪拘置所です。と死刑なんか決まって死刑っていう判決は出てたと思うけど、まだ確定にはなってないぐらいで。で、ね、この事件って何年ぐらいですか。これは結構前ですよね。これ結構前ね。20年、15年か。いてないですね。20年と15年だと30年。あそんなですか。少年期まだ成人してない。ちょっと30年だ。22年前だ。あじゃあ自分か完全帰ってくる前ですね。だから全然わかんないし、ね、古い事件ですね。私オウム真理教の奥さんと一緒やったんですよ。岩国で石井さんとかと、私懲罰房にいてて。どこの時代で。あれは平成8、9、10、11、12ぐらいの間で。そうすごいなと思って。それはシャバでですか、それとも刑務所で。刑務所で。あ刑務所で。え、それはどこの刑務所ですか。とね、岩国刑務所で、私、初犯刑務所で、うん、あ懲罰とか落ちたら、まあ、独居房行くじゃないですか。じゃあ、あの、ね、あの方たちは、なんか、独居に似てるじゃないですか。うん、じゃあ、会えないんですけど、あの、懲罰で行くから会えるじゃないですか。うんうんうん、その時に、こう、わーって見たら、こう、大物さんがいっぱいいてて、うん、奥さんがいらっしゃってて、うん、で、10時頃になったら、なんか音楽になります。はい、と、こう、お経あげ出す。うんうん、だから、この、集会みたいなのをしてるのを見てきたかなと思って。で出所の日知らなかったんですけど、ヘリコプターすっごい飛んでて、で先生にヘリコプター今日めっちゃ飛んでるやんって言ったら、うん、後で分かるわって言われて、うん、で見たらなんかニュースで出所って言って、あすごいな。あまあじゃあ会話とはされてないけども、まあ同じその同じ同居物並びにいた。フロアに。ちなみにそれなんで懲罰行ったんですか。なんかね、なんか広島の人になんかブワーって言われて、なんか広島弁で言われて腹立ったからおひつをかけてパチッって言われて、うん、あやっぱ女子刑務所もあの喧嘩あるんですね。めちゃくちゃあります。あそうなんですね。私も最後すごい喧嘩して座りに座ったかな。こんな人結構するかもしれない、そのトラブルの原因で一番多いのって何ですか。私の男が絡んでる時多いから、シャバで自分が置いてきた男と、うん、今次来る女の子ができちゃったとか、なんか男関係とか結構多いかもしれない。やっぱ持ってくんなって。やっぱその女子刑務所内でも派閥ってあります？めちゃくちゃあります。やっぱここはやっぱあれですかね、あの男性の刑務所に比べると女性の方が陰険な部分。まあまあまあ陰険じゃないですかね。やっぱじゃあいじめもあるんですか？めちゃくちゃあります。例えば。いやもうひどいもん、ひどいもんですよ、あのいじめはね。だからもう。まあ、私は大阪の西成のグループがおって、はいはい、で堺のグループがおったりとか、こう上下関係ができちゃって、はい、まあ、この可愛い女の子がこの男あのこっちのねチームの男の子に可愛がられてたとか言ったら、もうシャアができちゃって、うん、もうこの人もうバーって攻撃されて、もう部屋から出てったらどうとか、うん、まあ、机私だったら机でガラス割るなとか出し方とかまで言われて出されちゃったりとかするし、もうすっごいいじめ方する、うん、でそれがまあ行き過ぎると、まあ、ぶったたかれたりとかもやっぱある。逆にいじめられてる子がもう最後暴れてて飛んでいく。あ、うん、なるほどね。女の人やばいですよね、いじめ。もう喋ってくれ、もう180対1とかなるから。
うん、私は言った一気になったんですね。の時に誰も喋ってくれへんし、中学生の本当にいじめで自殺するのと一緒だ、うん、トイレで本当にティッシュでも食おうかなって思うぐらいまで一回落ちたんです。うん、でもよう考えたら芝居たえんねんと思って、芝居たえんねんと思って芝居で終わりました。やっぱ女子刑務所でも、あの男性の刑務所の場合ってやっぱ横のつながりがやっぱみんなこう工場と横がやっぱつながってて、で誰々が降りてきたらその人間出してくれっていう、話にも結構なるんですけど、みたいですね。やっぱありますそういうのって。ありますね。もうだからもうあやこしいからこう部屋からも出そうぜとか、うもう運動の時間にまとまってもあれ出してまいとか言って、もう飛びますわとかいう話になってきてますね。それが女性も火星爆発あるんで、あと私飛びますとか言って飛んでペイってついてったりとか、満期の子が連れて帰ったりとか、もう満期何日引っ込み前にもう連れてバチーンってーそのまま二人で懲罰行ったらもう帰ってくれないじゃないですか。そんなも結構ある。